皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。で、今回はですね、今日は元日ですので、私毎年1月1日に1年の目標を掲げて、それを皆さんにシェアさせてもらってるんですけど、その動画となります。で、もちろん私のこの目標だったりとか決意表明みたいなところを聞いてもらいたいっていう気持ちもあるんですが、まあそれはなんか BGM みたいな流しながらで構いませんので、よかったら皆さんの今年1年の目標をコメント欄に書いてください。それがきっとみんなが読んで私も頑張ろうって思える場所にもなるし、私自身がみんなの目標を読ませてもらうとすごくこう活力をもらいますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではよかったら最後までご覧ください。これが去年の目標なんですが、もう講演会の方にね、目標はかなり全振りしていて、回数としては合計35回ぐらいかな、講演会をやらせてもらうことができて、あとはこうトークセッションとか人前で話すって機会を全部含めると50回近く去年は仕事でさせてもらうことができました。ただ5種類の講演会をやりたかったんですけど、結果的に1種類することができなくって、そのいじめ関係というか、そういった講演会のねトピックも用意していたんですけども、それは叶うことができなかったので未達成となります。また感謝の心、笑顔の伝染、会いたい人に会うっていう、これは自分のメンタルの指針だったんですけど、これはですね、毎朝起きた時に仕事部屋に来てカーテンを開けて、それをちゃんと口に唱えて意識をするっていうのはほぼ欠かさずに毎日やってきたので、これも意識しながら生活することができたので、まあ自分の中では頑張れたかなとそんな1年だと思っております。そしてこれが今年2024年の目標となります。一旦全部読ませてください。まず一番メインの指針となるところが、思いの出し惜しみをせず伝える1年にというところです。また下の部分がですね、講演会のイメージを変える24回、柔らかくなる手首ペタ、本の出版1冊と書いてあります。で、横にですね、みんなの休憩場所にと書いております。私は再来月の3月11日で39歳となります。つまり30代最後の1年なんです。新年早々少しね暗い表現をしちゃって申し訳ないんですが、やっぱりこの年になるとですね、体の変化は当然感じます。あと私の場合は持病があるので、より明日どうなるかなんて分かんないよなっていうのが思いが強いんです、なのでこの動画だったり、だってこの動画もさ、みんなの時間もらってるわけだからね、この動画だったりとか、その講演会でのその時間だったりとかで、よりみんなへちゃんと思いを届けたいなって思うんです。そのためには自分自身のスキルも上げなきゃいけないね。その講演会のさ、やり方とか動画の撮り方もそうかもしれない、喋り方もそうかもしれないよね。でもまずは自分の気持ちをちゃんと出し惜しみしない、みんなに対して感謝の気持ち、本当に動画見てくれてありがとうって気持ちで溢れまくって、それをちゃんと届けていく。あとはみんなのことが大好きだよっていう気持ちだったりとか、その気持ちで撮ってるから。でもそれもさ、言わなきゃ分かんないことってあるじゃん。それをちゃんと届けていきたい。で、みんな自身も、みんなの生活がね、こうどうなるかなんて分かんないよなんて本当は言っちゃいけないかもしれないけど、でもみんなそうじゃん。だからこそみんなが感謝の気持ちをあの時言っとけばよかったとか、そういう風になってほしくないので、なのでそのみんなも自分の中の思いっていうのを周りの人だったりとか、あとは自分自身もそうだよね。自分自身に対してポジティブな言葉だったりとかを出し惜しみせずにいてほしいので、それはさ、そうしなよそうしなよっていう前にまず俺がしなきゃってすごく思ってて、なので今回今年1年は自分のね、この気持ちって思いっていうのを出し惜しみしないで、しっかり伝える1年にしようっていうのをメインテーマに置かせてもらいました。で、あと細かいところで言うと、講演会24回、これは1月2回レベルで、去年も達成してんじゃんって思うかもしれないんですけど、まあそれはね、今年もできるっていう保証はないですし、でちょっと大きい数、35とかにしようと思ったんですけど、去年その数でやったらですね、他の仕事が本当に回らなくなってしまったので、まあこの24回ぐらいをこう基準に達成できるように頑張っていこう。そして講演会のイメージを変えるっていうのは、私自身がですね、学生時代講演会が嫌いだったんです。聞くのが。つまんねえなって思っちゃってた人間なの。で、自分がこう去年講演会たくさん行かせてもらった感想を読んでても、ハイチさんの聞いて講演家のイメージ変わりましたみたいなのをたくさん書いてくれて、言葉があって、それって一個のやりがいだなと思うんですよ。自分も YouTube やってるね、身で言うのもちょっとおかしな話だけど、でもこれだけさ、ネット社会になってさ、こう家でパソコンでスマホでさ、いろんな人の話を聞ける時代になったじゃんか。でも思うんだよ、やっぱりね、対面で
同じ場所で同じ空気で同じ空間で伝えられる言葉って絶対そっちが勝つべきだと思っている。昭和人間ごめん、でもそう思ってんだ。だから自分が講演会に行かせてもらって、全員じゃないよ、全員は無理だよ、でも 10%、20% の子供たちに実際聞く話ってやっぱ違うなって、そこにいる空人がいることによって生まれる、なんだろうな、この化学反応というかあるんだよね。でそれをすごく感じてほしい。それで特に小中高時代、そう学生時代にそれを経験してもらって、でそれを経験した人っていうのはきっと逆、伝える側になった時にもそれが知ってるから、その経験があるから、その温度感を伝えられる人になっていくと思っているの。なのでそれを変えていきたい。みんなが講演会なんてだれよ、ねみーよって俺も思ってたよ、思ってたけど、でも自分が、まあ、自分がってもあれだけど、そう講演会のイメージを変えて、あ講演会って人の話を聞くってちょっとなんかワクワクすんだなって、そういう風な時間を提供できるように頑張っていきます。皆さん見えますか？あの私体がめちゃくちゃ硬い人間なんですけど、今立ってます。いきますよ。なっ痛いっていうぐらい硬い人間なので、これをですね、今膝曲げますけど、こうしたいんです。ここで、こう硬かった人間がここに行くまでストレッチを頑張ります。人生で柔らかかった瞬間が一度もないんですよ、ずっと硬いんで。だから無理だと思ってた。でもさ、無理なんて決めたらかっこ悪いじゃん。だから1年間ストレッチ頑張って、手首までいけるか、ちょっと今は全然想像できてないけど、でも頑張ってったらさ、絶対体は柔らかくなるし、あと怪我しにくくなるから、体でもいいじゃんか、いいことしかないから。だから1年間ストレッチして、こうね、前屈した時に手首がペタってなるまで頑張るぞ。で、あとは本の出版一冊です。まあ去年夏にも言ってましたけど、本をずっと書いてたんですが、忙しすぎて全然進まなくてですね、で出版社の方に謝りながらごめんなさいって言って今調整してるんですけど、ひとまず今年の11月に、出版をしたいですねって話をしてます。そのためには夏までに書き終えなきゃいけないんですけども、それを目標にします。しないとまたこう後回しになっちゃうから、必ず11月に出版できるように本の執筆頑張ります。で最後に、みんなの休憩場所にっていうのを書きました。今まで全員合格っていうのを必ず書いてたんですよ。でも今年書いてないんですね。それは思わなくなったのではなくて、当たり前すぎて、みんなの合格を願ってることって当たり前なんですよ。だからもう惰性になっちゃってて、自分の中で当たり前だから、だからそれをわざわざ言語化する必要はないんですよ、俺の中で。なので今自分がみんなに対して思ってることっていうのは、うちのチャンネルが、あとは自分の存在が、みんなのちょっと休憩場所になったらいいなって思ってます。毎回動画見てくれとか思ってないもん。でもふとちょっと心が疲れた時とか、休憩したいなって思った時に、あのチャンネルちょっと見に行ってみようかなって、そう思ってもらえるようなチャンネルにしていきたいのね。だからみんなの休憩場所になれるように、そのためには何が必要なのかっていうのを考えていくことがこの1年大事かと思って、この言葉を書かせてもらいました。はい、ということで、なんだかんだで長くなった気がしますが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。これをね、私は仕事付けの目の前にまたこうぶら下げて、いつでもちゃんと意識して見れるように、そしてまたきっとね、朝起きた時に毎日言葉に出して、いつでもすぐ言えるように、自分の指針がぶれないように、ベクトルがぶれないようにしながら2024年を過ごしていきます。皆さんもこの2024年が終わった時、大晦日になった時に1年振り返って、まあまあいろんなことから120点あげれることはめったにないけど、でも頑張ってきたのは俺って、頑張ってきたのは私って、お互いね、お互い言えるように、ぜひ2024年も一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また来週月曜日に何かね、喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間、そして今年1年間、一緒に頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。良いお年を、じゃねえな今年でもお願いします間違った